皆さん、こんにちは。今日は2024年版のおすすめ犬用エチケット袋を紹介します。散歩の必需品であるエチケット袋の特徴と魅力を短くお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。第5位はベストパートナーの流せるエチケットパックです。このエチケット袋は手軽に片付けられる紙製とポリエチレン製の袋の重なりで設計されています。トイレに流せるタイプで、外袋が茶色のため宙が見えにくく、排泄物を結ぶ際にも十分な大きさが魅力です。処理が簡単で手軽に使えるので、特に外出時に便利です。丈夫なナイロン製で手を入れやすい大きさ。排泄物を回収する際に手を汚さないための設計がされています。クリーニングバッグのように使いやすさがポイントです。手にはめたまま糞を取れる設計で漏れにくく安心感があります。70枚のセットは持ち運びに便利で簡単に切り離せるミシン目も特色。再利用資材製のロール芯は環境にも配慮されています。第1位はクリロン化成のうんちが匂わない袋です。このエチケット袋は医療向け防臭素材のボスを使用しており、非常に高い防臭効果を持っています。200枚入りの大容量なので、コストパフォーマンスも優れています。また、コンパクトな箱型のデザインは収納にも便利。散歩後の処理がスムーズになるだけでなく、生ゴミ処理や匂いの強い食材の保存にも利用可能です。匂いが気になる方には特におすすめの一品です。第2位はサンテックオプトのペット用うんち処理袋ポイフトくんです。この袋はビニール袋と紙袋の二重構造となっており、使用後には内側の紙袋を取り外して簡単にトイレに流せます。散歩中は小さく畳んでポケットに入れられるため持ち運びも便利です。広めの街がデザインされており、排泄物を掴んだ後でもひっくり返しやすい点も魅力的です。